どうも皆さんこんにちは、梅田信之と申します。いつもご視聴ありがとうございます。前回の動画で、若い人にねもっと藤井風さん知ってほしいなってことを喋ったんですが、コメントね、皆さん本当ご丁寧なコメントをたくさんいただいてありがとうございます。ちょっとね、僕ね金曜の夜、土曜の夜、この辺りねちょっとやっぱね、仕事も忙しいし、ちょっとやることがいっぱいあって、なかなかねお返事返せなかったりとか、ちょっとね簡単なお返事になっちゃうんですが、ご了承ください。コメントは、もう確実に間違いなく 100% 全部見てます。それから、おすすめ動画ね、若い方が発信してる藤井風さんに関してね発信してる動画教えてくださった方、ありがとうございます。全部ね見ました。目を通しました。確かにね若い人が発信してるのってまたもうちょっと、ね、一緒にして失礼なんですよね。僕みたいな、ある程度ね年齢のいったおじさんがこうやってねただ喋ってるね、こうなんか写真が出てきて喋るみたいな、そういう発信とはちょっと違って、ちょっとというかだいぶ違って、違うまた空気感でね、なんかこう応援したくなるような、すごいいい空気感ですよね。いろんな方がいろんなねテイストでいろんな方向性で発信してるっていうのがねすごくいいと思います。今藤井風さん彼が本当に絶好調なんで、こういろんな人がねこう参入してきて、いろんな情報がこう、ね、交錯するとすごくいいですよね。いろんな方が入ってきやすいというか、いろんな人がキャッチしやすいというか、まあ、そもそもね藤井風さんの彼本人の音楽をねいろんな人に聞いてもらいたいんですが、まあそれと別になんかねなんかサブメニューじゃないですけどね、藤井風さん聞くとこういうデザートもついてくるみたいなね、そんな感じでもいいと思うんですよ。なんかこんなこと喋ってる YouTuber の人がいるよとか、こうねピアノ弾いてる女の子がいたりとか、歌ってるカバーねしてる男の子がいたりとか、まあ彼に憧れて音楽始める人が現れたりとかね、いいじゃないですか。すごく素敵だと思います、そういうのね。僕らどちらかというとね、僕はもう一通りなんとなく経験してきてね、これから人生を折り返して、そんな時に若いね彼の才能に気づいてしまった、なんでこんなことがね分かるんだろうっていうぐらいすごく素敵な彼ですよね。皆さんねそんなことは知ってると思うんですが、そういったちょっと観点が違うんですが、まあね、ああやって若い人が音楽で発信してるっていうのも僕すごくね見てて可愛いし素敵だしいいなと思いました。いろいろね教えていただいてありがとうございます。コメントでもいただいたんですが、確かに、ゼロの時に藤井風さんを紹介するコピーとして、今ね若い世代に注目を浴びているみたいな、まあ、そんなねそんな文章で彼の紹介が始まったんですが、そういうねコピーを使ってはいたんですが、まあ、実際蓋開けてみるとやっぱなんていうかな、彼の発してる音楽はやはりちょっとクオリティが高いし、ジャズだったりクラシックだったりね、僕もそうです。僕もリアルタイムじゃない、まだまだね、クロストゥーユーとかもそうですよね。クロストゥーユーはねちょっとねもうエピソードがねたくさんあります。いろんなコメントいただいてるんで、僕もねちょっと喋ってると泣きそうになるぐらいなんですが、あの曲もそうですよね。カーペンターズ自体もカバーをしますもんね。それぐらいやっぱ歴史がある曲、あんな曲を、彼がカバーしてる、あれはやっぱ若い10代20代の子はなかなかキャッチしづらいかもしれませんよね。もう僕ら世代でギリギリ40代ギリギリですね、少し上、僕の母親とかがよく聴いてたような、世代だと思うんですよね。ああいうのもね音楽ピアノ習ってるお子さんとか、もともそもそもねお父さんお母さんが、クラシックジャズ昔の曲ね、R&B なんかも聴いてた方に関しては、親が聴いてるから耳に入ってきてた、僕もそうですよね。ビートルズ、ビッチボーイズ、マイケル・ジャクソン、その辺ねいろいろ R&B も、母親が好きだったんで、ギリギリなんとかね知ってますが、そうじゃなかったらなかなかね耳には入ってこないんで、藤井風さんがカバーしてるのを見てもふーんって思ってたかもしれません。それは母に感謝なんですが、そういった感じでね、いろいろその音楽カバー藤井風さんのカバーをする若い子がね非常にねいいオーラをいただきました。ありがとうございます。それから、これ昨日、いつかな、昨日か一昨日かちょっと忘れましたが、最近のね
藤井風さんのインスタグラム、ご本人のご自身の発信、これね多分髪を切ったのかな、あんまりこうすっきりは切りませんが、なんかちょっとメンテナンス的にちょこっと切ったのか、何か撮影の合間のセットをしているのかちょっと分かりませんが、この洋服ね、 T シャツ、バルクリストファーというメーカーの、T シャツなんですが、これ定価が、4万近くねします。海外サイト、海外の通販サイトとかだとちょっと安かったりもします。それからオークションとかもないかな、オークションとかで買えばねもちろんちょっと少し安いと思うんですが、ちょっとねお高い金額しますよね。でもかっこいい T シャツ、こういうなんかちょっとデザイン性のある服をね彼が着てること珍しいんですが、ひょっとしたら何か撮影があったのかも知りませんね。撮影の合間の、スタイリングだったのかもしれませんが、ちょっとそれ置いといて、僕ちょっと1個ね、ちょっと笑っちゃった写真があるんですが、これね、男前ですよ。藤井風さんはもちろんですが、ズッツさんね、我らがズッツさん、カーズマネージャーも、男前ですよね。これ2人いたら、これ2人とも親子ぐらい年離れてますが、男前2人来たぞっていう空気感ですよね。これね。でこれね、藤井風さん見てください。藤井風さん眉毛を見てください。眉毛、藤井風さんの眉毛は、そんなにこうなんていうかな、こう手を加えてないというか、もともとあるこの太いね眉毛を生かした感じですよね。ズッツさん、ズッツさんは、僕より3つか1つ年が上なんで、何歳かな、47歳48歳ぐらいですよね今確か。世代がやっぱね20ぐらい離れてるんで、眉毛の形がね、こう青春時代、ズッツさんの青春時代、風さんの青春時代、これまたちょっと違うと思うんですね。時代がやっぱズッツさんの眉毛を見るといろいろあったんだろうなっていうね、こうちょっと細いキュッとしたね、もう眉尻がもう本当にもうすっと細い眉毛になってます。どうでもいい話なんですが、この、ジェネレーション、こう世代の違いを感じる写真。でもね、2人とも本当ね、オーラが違います。絶好調の2人なんで、このタッグね、やっぱ最強ですね。ヘルプエバーネバーブラザーズね。これやっぱすごいです。ただ僕はちょっとね、この写真見た時に眉毛に着目しました。職業病だと思うんですよね。あとね、アリーナツアーチケット、当たった方、僕も当たりましたが、それね素直にね、よっしゃ嬉しいですね、喜んでいいと思います。藤井風さんの発信生で聞けるわけですから、これはねありがたいですよね。ちょっと喜んでいいと思います。ただやっぱり例えばね、体調が優れない方もいらっしゃると思うし、それから、医療関係のねお仕事されている方、もいらっしゃると思うし、その他にもね様々な事情で、ライブにはちょっとね、ライブはご遠慮しようかなっていう方 もうたくさんたくさんいらっしゃると思うんで、本当ね、そういう人たちには本当ね感謝をして、僕らはメーカーさんね、オーラをしっかりいただいて、僕もね、ここで僕はこの場があるんで、ここでしっかりね発信をします。皆さんでねシェアできたらいいなと思います。本当にいつもね、お疲れ様です。皆さんそれぞれ、みんながみんなね、それぞれ現場で今ね本当に大変な状況ですが頑張っていらっしゃいますね。頑張りましょうなんて言えないぐらい皆さん頑張ってますんで、そこは皆さんね、それぞれ皆さんがここにね、ここで理解して、うちにね、いつもねありがとうございます、ありがとうございます、すいませんって言いながら生活するのは大変ですから、皆さんここでねハートにうちに秘めて、感謝を忘れないようにねしたいなと、それでいいんじゃないかなと思います。それから外れた方もね、二次選考があるのかな、わかんないですが、外れてしまった方もいらっしゃると思いますが、そういうことにはね本当になんか、前回も言いましたが、ちっちゃくガッツポーズ行ってきますってことでね、ちょっとまだ1ヶ月ぐらい先ですが、僕は、
しっかり準備して、最高のねパフォーマンスを見に行きたいなと思います。それからすみませんちょっと余談ですが、インスタグラム、藤井風さんのファンが見るとちょっとほっこりするような、映像というか、まあ、写真というか、インスタのストーリーに上げるパターンが多いんですが、それから、まあ、全然関係ないこと、僕のプライベートの話、それから、風の時代なんかね、僕もいろいろなところから情報をインプットしてるタイプなんで、まあ、分かりやすくね、簡単に一言二言でポンポンと、インスタグラムストーリーに上げたりしています。差し支えなければインスタグラムのねフォローもぜひよろしくお願いします。ということで、今回その藤井風さんが着ていた T シャツね、バルクリストファー、結構ね高額のひょっとしたら衣装かもしれませんね。やっぱり私服で着るとは思えないな、どうかな、わかんないんですが、まあ、撮影の合間のセットの写真かなと、それからズッツさんの眉毛細いねっていうね、ちょっとすいません、それが気になったんで、こうジェネレーションギャップね、これだけ違う、同じ男前ですけどね、本当にズッツさんもね僕大好きでしょ、男前ね、このタッグ最強だなってことで、ちょっと眉毛のね形に着目していました。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。